前回の続きでございます。あと9ヶ月ぐらいで終わるんですよね。いやー難しいよね。まあちょっと休校は置いといて、まあやることはね、ちっちゃい駅を大きくしていく、一通り全部やったんだけどね。またちょっと上から見て、このカーディナスをちょっと見ていきましょうね。駅1個しかないんですね。ちょっと大きい駅にしようかな。ああもうなんで飛んじゃうんだ。どこやってたか分かんなくなっちゃうじゃねえかよ。ここか。線が気になるよね。大きい駅作ってつなげるか。大きい駅作れるかな。信号付き。ああできそうだけどどうだろう。この上にかかっちゃうとダメだね。邪魔だね。この線路をね、両方の駅につなげたいんですよね。まあこっから直接つながるんだったらいいんだけどね。直接つながる？いけるね。直接つながるね。いけちゃうね。あ、普通にこっちもこっちにつなげちゃおうかな。
他の場所に行けなくなっちゃう。この線路とこの辺をくっつけたいんだけどね。かしこ最後の I love you。 こことでもつながりたいけどな。ここでちょっと我慢。この駅からもこっち行きたいからね、結局この辺でこうしないとね、不便だな。この線路とこの線路を切るようにしようかね。ポイントがあるからちょっと距離を置いて、したため、これでいいか。したため、窓の便箋したため、光のペンでそっと当たりかけ。初めて会った日、涙の日、たたたたたたた。かしこ、しこさ。こっちとつながるし、つながってないんだよ、ここね。こうつながっちゃえばさ、こっちに行かなくても、でもここに牛がいるからね。どうやろうかな、ここは。ここにこれがあるから、こっち側に、こういうの作っちゃって。
なんか近鉄みたいな感じで、近鉄のさ、近鉄のなんとかかんとかに、近鉄の安倍総理がな、死んじゃったとこだね。あ、違うな。あそこ、安倍総理が死んじゃったところは、奈良駅からの西大寺でしょ。そこの駅じゃなくって、クロスしてるところあるじゃないですか。その駅から南の方に行って、大阪線の方とさ、クロスしてるところ、まあこっちが奈良線だとすると、こう来て、こう行く、こっちに行くと、鳥羽とか名古屋方面なんですけど、こっちからこう行って奈良の方に行く。ほんで、ここからこっちに行くやつがあって、ここからこう行くと、大阪がこっちで、こっちは吉野の方に行くやつだね。ちょっと形は違いますけどね。まあそういうイメージですね。近鉄のやつはさ、だからこの奈良の方からこう来たやつがさ、こっちに行くと名古屋のとか、鹿島の方に行くんだけど、このつながってるところからこっちにも行けるからね。ああ、直接つながってるかどうかちょっとわからないけどね。詳しくないからね。わかんない。これで、この駅からこういうふうに行けば、ここからこっちにも行ける。ただここに用がある場合は、そこからは行けないので、ここを結んでおいた方がいいね。で、こっちの線路をどうするか。この辺入っていっちゃってもいいんだよね。こっちとつながる。ここもこう行けちゃうんだけどさ。あまりここ行けてもね、あまり意味がないんだよな。でも線路が余ってるからね、使いたいんだよね。ここにつながって、こっちからもここに行けるし、こっちからも一応行けるということで、ここにつながっちゃおうかな。こっちの方に行きやすくした方がいいかもしんな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 い。どうしようか。まあでもここのね、空間を使いたいんだよな。悩むね。悩ませるぜ。ここを貫通させるか悩ませるぜ。悩ませるぜ。ここいけるかいけないか悩ませるぜ。悩ませるぜ。ここにつながりたいんだから、ここからこうだな。
こう、どっち側？こっち側だから、こっちに、こう。これね、距離を、ここね、線、接近してるとね、レールが引けなくなっちゃう。思考か。つながったけどあんまり価値がないね。ここら辺はさ、こっちからこう行ってここからこう来れるからね。ここつながったとしてもこっちからこうはいけないから、まあここを使えばこっちから行けると。でここからこっちに行けるようにした方がねいいんじゃん。ここね、距離がないからね。まあここは別にこうやってもいいんだけど、ここはねこっち側からねつながった方が詰まりにくい。なんでこうなんの？なんでそうなるの？なんで消えちゃうの？なんで消えちゃうんだよ。涙の虹、涙の虹、涙の虹、涙の虹。投げてもしょうがないか。反対側からここに行けるようにしても、こっちからこう来たやつがこう行けたらいいかな。いいかもしんないね。使ってくれるかどうかはわからないけれど、まあ一応つなげておきましょうかね。いやでもなんかね、距離がないな。距離がないな。
別にこっちでもいいな。こっちでもつまらないと、ここは大丈夫ですね。つまらない。思考、思考か、思考は最後の愛は海。これでいいかな。止まっちゃった。麦とトウモコシを持ってきましょう。麦とトウモコシ。つながってるかな、これ。ああ、つながってる。トウモロコシここにありますけど、もっと近いのないのかな。こっちちょっと複雑なんだけど、やってみるかい。どうしようかな。こっちはちょっと複雑だからね。こっちはいいんじゃないかな。おう、この線路使ってくれるね。ここから、ここに行くためには、ここがいいな。ダメだね。これはちょっとね、変な感じになってるね。ここでスイッチバックしなくちゃいけない。ここにしようか、じゃあ。よいしょ。ああ、なんで消しちゃうんだよ。木と肉を持って、トニック。木。こいつつながってないんじゃなかった。つながってないんだよな。しょうがないから、これはこっちに持っていくか。木と肉。肉はね、ここだね。直接行っちゃおうかな。ここからはこっちに行ける。ここに行くためにここに行こう。ビール作ってない。サトウキビと布を持ってきましょう。サトウキビと布。サトウキビは向こうにはあるんだけどね。あ、さっきのやつね、トウモロコシのやつね、砂糖を選んじゃうかもしれないけど、まあいいや。選択してなかったな。なんだっけな、砂糖と布だ。布。麺か、麺か、麺か、麺か。
眠いな。麺がここにあります。これを布作ってくれるところに持っていかないといけない。それをここに持ってくる。シュッパッパッパー、シュッパッパッパー。で、サトウキビを選ぶ。布。オッケー。そしたら、ね、牛乳、野菜。牛乳はどこですか？牛乳。あ、この線路使ってくれてるね。牛乳となんだっけ、サトウキビだっけ、違うな、牛乳と布じゃなくて忘れちゃったな。牛乳とね、牛乳と野菜だ。野菜はどこだっけな。野菜、ここです。あ、ここのループを使うんだね。ここから野菜をここに持っていって、ここの線路使ってもらいたいから、ここフルーツと副電車。フルーツと副。綿花がね、確かこっちだよね。ここまで行って。服を布に変えて、服を作ってくれるところに持っていきたい。フルーツ、木材とお酒。木材は単独だな。木材はここから木材を作ってくれるところに持っていって、いやー、でもね、ここがつながってないからね。お酒も一緒に持ってこようか。じゃあね、
お酒。あ、でもここに行けばね、スイッチバックで戻ってくるからな。でもな、距離は短いからね、お酒も一緒に持ってこよう。かな。フルーツとか。サトウキビをまず。お酒を作ってもらうところはどこかな。お酒作ってくれるところ見えないんだよな。見えないんだよね。ちょっと一旦これで OK にして、あ、でもな、お酒作れるところ探そう。なんでこれ見えなくなっちゃうんだろうね。探すやつで見たいんだけどさ、タイヤ、他の車両を見に、どの車両だったか忘れちゃうっていうからね。ここ遠いな。もっと近いとこないのかな。いやー、わかんねえな。これで探せるか。あー、さっきの列車がね、わかんなくなっちゃうんだよね。お酒。お酒作れるとこ2箇所しかないんだ。ここか。こっちだね。ソルトレイクでいいや。ソルトレイクに持っていこう。さ、果物、こっちにないかな。こことここはつながってないから。困る。これが結局ね、まあいいや、ここに行くことになるんで、ここに行くためは結局こっち行かないとダメだね。あ、もう終わりだ。ゲームオーバーですね、もう。あと2ヶ月で。こんなことしていてもね、しょうがないんだけどね。ああ、何か、ああ、操作が変になっちゃったな。あれ、木材が欲しかったんだっけな。何やってんだか分かんなくなっちゃったな。これが欲しかったんじゃなかったかな。これはね、アイダホはいらないんだ、これ。アイダホはね、一番下にアイダホを付け加えたかったんだよ。これを、これに変えて、あれ？ソルトレイクでお酒作ってんじゃなかったっけ？まあいいや。これを。
いや、ミルフォードでお酒を作ってる。キングマンで。ここはまだお酒持たなくていいんだよ。ここ。お酒を。ここに持ってきて、あと2ヶ月。カーディナス。もうやめよっかな。チーズ。チーズ、あ、チーズ作ってんだよ、ここで。もう終わりだからね。頑張ってやってもしょうがないよね。全然まだ1万、桁が分かんないな。100万だね、あと。いや、110万ですね。110万。ミリオンだな。ミリオン、ワンミリオン。足りない。お金があるからさ、こういうのは大いに活用したいんだけど、あんまり活用してないよね、そういうのね。評価はどうなるね、どうなるかね。やることがないんだよね。各、ここはまだ小さいんで、観光名所とか建ててみるか。また建ててもしょうがないけどさ。大学を建てるとね、町の人口が増えるんじゃないかなと思ってやってるんですけど、実際どうなのかはっきり分かってないんですけど、観光名所を置くとね、乗ってくるで客の人数が増える。あと1ヶ月ですね。高速で会いましょう。あっという間に終わります。やり込みました。こっから始まったんですよね。いやー、ちょっとゆっくりにして。ああ、もう終わっちゃうね。複雑なところを見て、ここは複雑ですね。まあ渋滞もしてるけど、まあ詰まってはいないね。終了です。エンジニアか。はい、終わりです。